増田敏夫の坂手で勝つ日本復興のために。この時間は時事評論家の増田敏夫先生に最近のニューストピックスなどについて評論していただきます。増田先生、よろしくお願いいたします。はい。アメリカ大統領選挙の民主党の指名候補争いは3日、14の州の予備選挙が集中するスーパーチューズデーの投票と開票が行われました。その後4日になりますが、野党民主党の候補者指名を目指していた中道派のブルームバーグ前ニューヨーク市長が選挙戦からの撤退を表明しました。今後どのようになっていくのでしょうか。先生、解説をお願いします。そうですね、民主党の指名争いは続いているわけですが、まあ、これで、ブルームバーグさんを含めて3名の候補者が置いたと。そしていずれもバイデン、元バイデン前、副大統領を支持するということですから、まあ、いよいよ民主党はバイデン指名ということに、まあ、なっていくというふうに思いますね。で、ブルームバーグさんが実は、まあ、随分昔の話なんですが、ブルームバーグさんとお会いしていろいろお話ししたり、その後もですね、いろいろなところでお会いしたことがあるんですけども、ブルームバーグさんというのはまあ、もちろんユダヤ系の大実業家なんですが、まあ、ユダヤ、まあ、資本の場合はですね、よく言われるんですが、まあ、私もそう認識していますが、まあ、俗に言うイスラエル右派と左派というふうに、まあ、分けて分けられないことはないですね。まあ、トランプ大統領が政権取る前、クリントン、それからオバマ政権、こういう時代はですね、イスラエル左派の前世時代というか、まあ、左派が主導していたと。まあ、左派の運動家でよく知られている人はジョージ・ソロスさんという人がいますが、まあ、ヘッジファンドの大物投資家で、ビリオネアなんですけども、この方はやはりユダヤの左派で、民主運動をですね、民主運動を一つの手段として、まあ、全体主義、専制主義の国をどんどん、まあ、民主運動を起こしてですね、そしてそれを民主化していくという運動を2001年、2002年ぐらいからずっと続けてられまして、まあ、ヨーロッパではカラー革命とか、それから中東では中東のハウスという名前で呼ばれてますが、いずれもですね、独裁国家をどんどん潰して民主化していくという、そういう、まあ、戦闘に立ってられた方ですね。民主化する、なぜ民主化するかといえばですね、独占資本の金がですね、スムーズにそちらに行ってですね、活動できるからで、独裁国家ですとですね、独裁者は俺は法律だとこういうわけですから、入るようにも会合にも入れないわけですね。ですから、まあ、ユダヤ資本といいましょうか、資本がですね、入れない、入れないということは支配ができないという、まあ、そういうことになるわけです。まあ、いずれにしても、そういうイスラエル左派の先頭に立ったのはドイツだったんで、今度は右派の方の先頭に立ったのがシェルドン・アデルソンさんという、まあ、カジノの方と言われている方なんですが、これがトランプ大統領の支持者ですね。ですから、この今度 のじゃあブルームバーグさんは右と左のどちらなのかという話なんですが、非常にブルームバーグさんというのは誠実な方で、また政治的にも非常に賢い方で、どちらにも属してないということは逆に言うと両方でもあるんですね。そういう立場ですから、今度大統領に出てですね、トランプ大統領と争うとすると、トランプ支持のユダヤ資本が割れますよね。ということで、トランプ大統領にとってブルームバーグさんというのはバイデンさんよりもはるかに恐ろしい
い相手だったわけですね。マスコミも2つに割れますし、金融界もですね、言うまでもなく2つに割れますし、そうするとですね、トランプ大統領はそうやすやすとはですね、勝てないという状況で、おそらくトランプ大統領はブルンバーグが、立候補すると、昨年の11月の確か24日に、声明を発表したわけですが、その時はちょっと手筋がゾクゾクしたと思いますね。というのもですね、トランプ大統領を、支持して指導しているのはキッシンジャーなんですよ。でそのキッシンジャーさんがですね、そのブルンバーグさんが北京で、国際フォーラム、経済フォーラムというのをやった時にですね、あの老体に鞭打ってわざわざ北京まで行ってですね、名誉会長まで務められたというのはですね、並々ならないことなんですよ。それはもうトランプ大統領もですね、ちょっと胸騒ぎはしたですね。トランプ、キッシンジャー氏がこのブルンバーグさんの支持ということを明確にしたら、もうこれトランプはないですからね。もうこれはトランプにとってはですね、恐ろしいということだったと思いますね。しかし実際にその老体の鞭打ってブルンバーグさんの国際フォーラム、世界経済フォーラムに行かれたわけですよ。でこの時点でですね、私なんかもあれトランプをブルンバーグさんに変えるのかなというふうに一瞬私思いましたけど、よく思い直してみるとキッシンジャーさんってそう単純な人じゃなくて、これはトランプ大統領に対する、一つのなんていうか圧力だなと、トランプ大統領さん私の言うことをちゃんと聞いてやってましたと、そんなことをやってるとブルンバーグさんに切り替えますよという一種の圧力であったのではないかなと、私はそう感じたんですが、やはりそうだったようですね。今回、戦い方によってはブルンバーグ氏に勝てる戦いなんですが、負けることはもう初めから決定的なバイデンさんに譲ってですね、立候補を取り下げたということにしたということは、やはりキッシンジャーさんの気持ちを察してのことだなというふうに思いますね。これで、民主党はバイデン前副大統領に絞られることはもう決定的なわけですね。ということはトランプ対バイデンという形になるわけですが、これはもう話になりませんね。話にならないということは、バイデンさんはとてもトランプ大統領と、勝負はできない、そういう器ではないということを、これはもうはっきりしてますね。ということは、まず第一に政策がどうのこうのという前にですね、大統領、アメリカという大国のですね、元首大統領になるかならないかということは、まず第一に政策とかなんかの前に器の問題がある。器です、器。もう生まれた時に戻るんですよ。そのもう器のない人はですね、誰が支持してどうこう、どんな政策を打ち出そうと、政策なんていうのは言い訳みたいなもんですね。政策で投票する人なんかいませんから、人はみんな人間に対して投票してるわけですから。ですから、この人間の器っていうことが大事だと。で、結論から言いますと、バイデンさんというのは不幸に生まれて、不幸な人生を渡ってきた方で、恵まれない人なんですよ。ですから、恵まれない人はですね、大統領にはなれないと言っとけば分かりやすいんじゃないでしょうか。そういうわけで、このブルンバーグさんが降りられたということで、トランプ大統領の再選決定と。そういうことだと思いますね。増田先生ありがとうございます。